デールはアメリカ海軍のミサイル巡洋艦、リーヒ級ミサイル巡洋艦の4番艦。艦名はリチャード・デール大将にちなんで命名された。デールはニュージャージー州カムテンで建造され、1963年11月に収益する。太平洋艦隊に配属されたデールは続く7年間で西太平洋へ5回配備された。 1965年から1970年にかけての第7艦隊における活動では、ベトナム戦争における軍事作戦への参加が含まれた。デールはトンキン湾で数回パイロットの救出を行った。1969年4月には、日本海上で朝鮮人民軍空軍に撃墜された EC-121 の捜索に従事した。 1970年11月、デールはメインーバスのバス鉄工所で近代化改装が行われた。この改装で海軍戦術データシステム及びその他の新装備が増設され、対空及び対潜水艦船能力が増強した。1971年12月に再収益すると、デールは大西洋艦隊に配属された。第六艦隊の一艦としてデールは、 1973年10月のヨムキプール戦争を含む緊張した期間を地中海東部で活動した。1975年7月の初めに CG-19 に艦首変更され、翌1976年7月にはニューヨーク湾で行われた建国200周年記念の観越式に参加した。1980年代中期の地中海配備では、 国会を通過し、ルーマニアを訪問した。デールは定期的に装備の更新が行われ、1981年には、ハープーン艦隊地ミサイル及び、ファランクス CIWS が装備された。また、フィラデルフィア海軍造船所で、んちプログラムによる新型戦闘システムが導入された。1980年代の地中海配備ではしばしば、インド用及び、 ペルシャ湾への派遣が行われ、1986年にはリビアとの紛争に参加した。デールはその艦歴の終わりを第6艦隊での定期的な巡航及びカリブ海、メキシコ湾での反麻薬パトロールに従事した。1991年には湾岸戦争後のイラクに対する制裁強化のため、航海へ派遣された。1992年、93年も、 国連のボスニア、ユーゴスラビアに対する同様の任務に参加したデールは1994年9月にフロリダ州メイポートのメイポート海軍基地で退役した。その後2000年1月に標的艦として海没処分となった。ありがとうございます。